今回は N 国党のことではなくて、それをそのことを考える以前のちょっと問題ね。タイトルは N 国党になってるけど、まあ、N 国党と関係ないことはないんですね。まあ何て言うかな、まあ、僕の動画を見る人なんかね、ほんと少なかったんだけど、ちょっと N 国党のことを考えてちょっと、視聴者が増えてきたね。まあ少ないか多いかということでね、自分の言い方とか主張が変わるというのも変なんだけど、まあ、最初から言うけどね、僕はその専門家じゃないしね、勉強もしてないしね、学校もろくに出てない東京教師だったからね、本当本も読まない、テレビも見ない、本当に何も本当分からんですよ本当に。最近それこそポピュリズムね、そういう言葉があったので、ポピュリズムじゃなんだなってこうネットで調べるぐらいの程度ね。まあ時々あそういう言葉は聞くけど、もうそれが どんなもんかとさえ関心も持たない程度、その程度の人間がね、こうあたこうだ言ってもうどうなるもんではないし、それにね、まあ、僕の動画を見てね、コメントを、いただいてね、僕の話を聞いてくれる人も、出てきたよね。ありがたいことにね、こんな本当じいさんの話を聞いてね、なんかね、対話ができるというかね、全く身も知らないというか、身も知らぬか、うん、ね、そういう方と、話ができるというね、これはもう本当 YouTube ならではのことやね、こういうことをしないとそういういろんな方にも出会わないと。まあまあ僕にとってはね、それも一つの目的ではあったよね。いろんな共有する思いというかな、共有というかな、まあ何かこう、なんていうかな、同じ思いを持っている人がこの日本中に何人ねいるのかわからないけども、本当何人でもいればね、僕としてはもうそれでも結構、ま、満足というかな、本当満足でね、何百人とか何千人もいる必要はないよね。だからね、そういう方たちとね、うまく対応ができればいいなと。で、まあ自分の考え方とか何とかが、お互い意見を述べてね、修正しながらというかね、いいものはいい、おかしいものはおかしいと言いながら、何か、自分の考え方を間違いが なかったのかとか、間違いとかなんかじゃないかな。まあそのね、確実なものはないんだけど、なんかここにこうピンを打ってちょっとね、落ちても大丈夫やな、こうクライミングで言えばね、ハーケン打ってちょっと落ちた時に大丈夫だというような、この安心感というかな、まあただ それをこう持ちたいだけなのかもわからんね。ね、単独で登るんじゃなくてね、安心感というかね、変な話やね、それもね。まあ、今回ね、 N 国党のことを話すね、これ政治の問題だよね。政治の問題ではあるんだけども、政治の話とはいえ、僕はあまり政治にはあまり関わりたくないよね。政治と宗教のことに関してはあまり口を出したくない。それはなぜかというとね、やっぱそれぞれの思いがあるからね。もう思い込みっていうまで言うとちょっとまた語弊があるかもわからんけど、その思い込みのあるそれぞれの人にね、があるところに自分のまたその思い込みとそこをぶっつけようという気はあんまりないよね。特に宗教に関してはね、もう あまり多分平行線になると思いますからね。これはまあ僕の周りにも結構宗教に、向かった人がいたのでね、何回も話したことあるけど、まあこの年になるとね、さすがにもうないけどね、もう向こうは向こう、こっちこっちというかね、こう、それは それぞれのなんかもうテリトリーをもう犯さないと、お互いね。若い時はもうほんと散々やり合ったよね、あだこうだこうだあだ。でもまあこの年になるとね、もうそれぞれのこうテリトリーがあって、もうそこでも自分の
まあ、変な言い方だけど思い込みの中で生きているとね。まあそれはそれでいいと、うん、だからそういうことに関しては踏み込まないね。で政治のことに関してもね、思い込みという言い方もまた変な変かも分からんけど、なんかもけど僕みたいに勉強もしてないね、何も、自分の言ってることに根拠としたような、なんていうかな、うん、やっぱ勉強やね、歴史の勉強とかなんかそんなものも、そんなものがあってね、こうだというふうに出してるわけじゃないよね。もう本当これも僕の思い込みだけで言ってるよ。でその思い込みというのはね、僕はその本とか、テレビとかそういうのじゃなくて、もう極力自分の経験したことから発しているというかね、僕の経験に照らし合わせてこうではないのかというようなことを言ってるというかね、もうそれしか言えないよね、何も勉強してないから。だからこの N 国党のことに関しても、もう本当これ以上僕は言ってもね、何の、なんていうかな、役にも立ちそうもないのでね、もうやめようかなと思いますね。まあ YouTube 的にはね、どんどん出した方がね、今数がどんどん増えてるから、いいんだいいんだけど、まあもういつも言うけど、僕はその数を稼ぐとかそんなんでなくてね、まあ僕の言いたいことがあるから YouTube に出しているというね、その程度のことですね。その程度のことやから、まあ本当視聴する方もね、その程度と思って本当見てください。もう本当ね、それとね、まあ僕の思い込みね、僕の思い込みがあるというのは、その僕の思い込みを作るものは何かといえば、これはね、僕じゃないよね、自分を作るものは僕じゃないと。変な話だけどね、全部他からの情報なんよね、ありとあらゆる情報ね、ありとあらゆる情報が自分の経験の中に入って、なんていうかな、精査するほど、精査というほどでもない、まあなんかごちゃごちゃして消化吸収して出てくるというね、その、まあ、ありとあらゆるものの、まあ、つい最近ちょろっと見て、まあ、ポピュリズムね、僕分からんかったからちょっと調べて、なんか分かりやすそうなやつがあったから、今回、こっちかこれかどれかにね、掲載しておきますので、まあ時間があったら見てください。一つが長いのもあるかな。まあ中に一つ西部進むな、進むさんというかね、評論家の方もあって、僕はその方はもう5、6年かな前に見て、物事を考えるときに、西部進さんならどういうふうに考えるのかなというようなことをね、いつも考えていますね。この方ならどういうふうに考えるのかなと、まあ、大体ね、僕はそういうふうに考えることが多いかな。まあ僕の、まあそういうこと、僕の思い込みのね、人間が何人かいますね、哲学者から宗教家でもないぐらいでも。で、もしその人ならこういうことをどういうふうに考えるかなというように考えますといつも。で、自分の中で多分こんな本じゃないかなとかね、勝手に考えてね、自分なりにまた思い込んで、自分の思い込みを話すという、そんな感じやね。はい、今日はもうそんな感じで、あちこち入れておきますね。息抜き音楽も、ここに自己か、息抜き音楽も見た後に聞いてください。はい、今回はこれで終わります。